あお願いしますはい、ええ、あ先生座っていただいて、ええ、あはいお願いしますはい先生いやー暑いね <laughs> 本当に昨日まですごいねひんやりとしてたのに今日夏なんじゃないかなってね なのでね、皆さんね、あの、水もお好きな時に飲んでいいですし、あの疲れたらね、すぐに休んでくださいね。うん。えー、っと、あの、お、久しぶり。ね、お、あの、僕ね、子育ての経験がないんですよ。で、あの、この間ね、 まあ普通に街歩いていたら、本当にね、小さな生まれたばかりの赤ちゃんがね、本当に一生懸命泣いてたんです。ね。この中にもお母さんお父さんいると思いますが、ね、子供の赤ちゃんの声っていうのは、本当に何も考えずに出している声なんですよね。 僕はね、それがすごい好きだなって思って、大人、まあ皆さんもそうですけど、大人になるにつれてね、知識が増えたりとか、まあ歌声ね、技術力が上がったりするのだけれども、一旦何も考えずに歌ってみるっていうのも、僕はいいんじゃないかなって思っています。 ま、一回あの頭から通してみるんですけれども、本当にね、細かいことは考えずに歌っていただけたらなと思います。では、お手数ですが、一回立っていただいて、えー、っとー、5、6、7、8小節目からいきますね。いきます。